キロの放送を着て偽物の店のものがコメントしてんのを、できて、で私のね、うん、こうやって私の偽物を通報したけど無駄かなって B ちゃんから来たの。いやできると思うよって3件送ったらしいです。はい、B ちゃんね。だからね、本人じゃない、俺はもう本人じゃないってわかるからさ。サムネよく見つけてきた。多分キャプったんだと思うよ。多分パソコン PC とか携帯電話でキャプって使えるでしょ。バカかが、ユイガンチにナイスもらおう。いいんじゃないの、うん、ゴミ拾いみたいなもんだから、ピヨピヨ。あんなね、俺のアンチなんて、別にどこの放送を楽しむわけでもなく、な、俺のアンチだけだろ。ゴミ拾い。うん。ゴミを拾ってるだけ。うん。だからあれだろ、空き缶拾ってるようなやつと一緒だろ。うん。いいんだよ、そんなの。勝手にね、ゴミ拾っとけ。うん、バカ社長。女殴った件の釈明動画見たけど、香川本人しかほぼ喋ってなくて、あ、そんなのあるんだ。それはあれじゃないの？ただ単に女には圧力かけて、下手なこと喋らせてしまうと、まずいから、まあ、動画に関してははっきりと作れるからね。まあ、クズ屋だから、まあいいんじゃない？勝手にやらせとくっていう話よ。全然、しかも、僕のね、落書きの話は、他の配信者話してたりとか、ツイッターとかつぶやいてるけど、一切香川のことについて触れないっていうみんな。配信者ね、一同だよ。配信者一同。いろんな配信者いるでしょ？ツイキャスの配信者、ニコ生の配信者、フワッチの配信者といるでしょ？その中で僕のね、落書きの事件については、ツイッターで書かれたりとか、もしくはリツイートがあったりとか、放送でちょろっと僕のね、この事件について取り上げる人がいたりとかしてたんだけど、香川のことについては一切ないね。誰も話さない。マジで。それぐらいのレベルなんだよ。本当に。そんなもんよ。ああ、触れないよね。平和いらっしゃい、ね。触れるもん、無名なんだよ。しょうがないです。触れる価値もないね。まあ、面白いです。まあ、なんか、わかんない。今のね、香川だからな、すだちいらっしゃい。昔の香川とは違うのかもしれないけど、もう今の香川、僕は舐めちゃってるよね。もういらっしゃい。しょうがない。まあ、頑張ってください。僕のネタでね。どこまで持つかわかんないけど。365日、僕の話でもしといてください。俺とうなちゃんマンの話を365日すれば、あなたは人気配信者になれるかもしれないよ。うん。それだけです。うん、ザクル姫いらっしゃい。いやー、それにしても今日暑かったな、一日。部屋にいるだけでこんだけ暑いってことは、外出たら暑いなと思って、こんな案の定寒かった。暑かった。もう体調2人目あの雑魚、まあ、あんなのと絡むだけ損でしょ。みんな分かってるでしょ。そんなの俺もそうだけど、他のアンチ、他の配信者も。蒸し暑い。本当にカカがユガさんのマンションに行ったら、みんなで通報してバンにさえ。俺カカが敷地内に入ってきたら、俺、逮捕って言って、脇固め決める。一般人にはね、捜査権はないので、逮捕権はあるんですけど、なので、僕はね、住民なので、敷地内に一歩でも入った瞬間ね、逮捕って言って、脇固めを完全に決める。完全にね、関節を決めるよ。さすがに殴ったりとかやばいので、取り押さえるために脇固め。抵抗しようが抵抗しないが関係ないね。逃げられないために脇固め決めます。あ、近藤組長はね、もうね、前回ので高尾警察署に調べて、こいつ捕まえられないのかっていうふうに、刑事課とね、話してるので、はい、正面取ってもらおうと思う。もう全面的に。まずは正面取ってもらう。もうしつこいぐらいあいつには正面取ってもらった方がいいと思うから。マジで。絶対やってんだから、あいつは。絶対やってる。100% やってんだよ、100% やってんだよ。運がいいんだよ、運がいいの。多分抜いてから少し経ったとか、多分点滴打ったりとかなんかしてんだよ、あいつ。だから出ないんだよ、運が良くて。
俺実はね、ちょっと聞いちゃったんだよ。スナフックいらっしゃい。俺新しい情報を手に入れて、ちょっとね、その話したくてさ。実はそれ話したくて、誰とはちょっと言わないよ。誰とはちょっと言わないんだけど、まあ分かりやすく言うよ。近藤組長の彼女さんいるでしょ？近藤組長の彼女さん。なんか、まあ普通じゃ考えられないと思うんだけど、人がいるにもかかわらず、ずっとオナニーしてるらしいよ。その、一緒にいた人が言ってるぐらいだから、事実だろ。順次やらせて。ずーっと、ずーっと。だから、でもね、近藤組長と二人でいるだろ、いるときだったらわかるよ。それはわかるよ。じゃなく、そうそう。他の人たちがいるにもかかわらず、ずーっと、オナニーしてんだって。薬やってます。いや、薬やってんの、これ。女性はね、体が敏感になるから。それでなかなか薬って男性よりもやめられない。らしいよ。俺その話聞いた瞬間気持ち悪いになってたんだ、俺。気持ち悪いね。聞きたくねえ情報だなって言ったけど。気持ち悪いですんだもん。らしいっす。決めせくとか決め女だよ。いや、食ってんでしょ。だってそもそもさ、絶対に戻らないって言って戻ったでしょ。多分もう、近藤依存なんじゃないんだろうな。多分。近藤依存じゃなく、薬依存しちゃってるから、結局離れたけど、ギッチェルちゃん、離れたけど、結局薬がないじゃん。手に入らないじゃん。自分の力では。だからじゃね。ラックいらっしゃい。自分の力ではね、手に入らないから、結局戻らざるを得ないんじゃないの。だから暴力振られようが何しようが結局いるんだよ。依存して、もう依存しちゃってんの。そんなやついくらでも見てきたよ。いや、そうなるよ。特に女性は。だってノリピーとかもやめられなかったやん、なかなか。で、まあやってたよ。そういうのあるので。いや、やばいよ。だから、来たで、俺警察呼んで、こいつ薬やっていくからって言って、そう、絶対もう正面取らせる。絶対に。すごいぐらい。来ようが何しようが、あいつには警察。